お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、久しぶりにね、皆さん負けたらアカウント削除やっていきたいなと思います。前回ね、これ履歴見たらわかる、5日前とかなんですけど、この超格上のレベル11に当たってマジで負けたと思ったんですよ。そう、まだ見てない方は前回の動画のね、最後の方見てほしいんですけども、マジで負けそうになってひよってました。ずっともうビビって対戦いけなくて、やった動画撮ってます。というわけでやっていきます。で、今一応セールが来てるんですけど、このセール雑魚すぎて、僕このラムのスタンプも使わないので、まあ巨大宝箱だしいいかなっていうので、ちょっと甘えて買いません。その代わりちょっとね、トレードを準備しました。あ、トレード準備して、これ僕が提出したから、あれか、僕のもう一個のアカウントでカードを交換してもらわないといけないので、カードちょっとね、一瞬こう、僕今後もうデッキ絞りました。後半まで、ね、できるだけこれでいきます。スケの枠はエレスピにするかもしれませんけど、基本的にはもう最終的にゴールはこのデッキでね、やっていこうかなと思います。なんかコメントで、あそこはあれではどうですかとかあれば、意見くださるといいかなと思います。とりあえずこれでね、やっていきたいと思うので、ちょっとねレベル、トークン交換してきます。ではさよなら。はい、そんなわけで、まあ、クランじゃね、アカウントね、チェンジしたので、こっちのアカウントで上げていきます。で、ウルトラレア、あれなんですよね。本当はこうアイスイズとかこうインドラとかも上げたかったんですけど、ウルトラレアの余りがない、そのトークンって自分のいらないカードと交換する感じじゃないですか。でもそのウルトラ持ってなさすぎてあれだったんですよね。そう、そのトレードできなかった、トークンはあるけどウルトラレアの余りがないっていうところで、さ、それが無理でしたね。いや、これはまあ適当でいい。とりあえず、まあそんなわけで、まあトークンもありがたいし、ちょっといろいろね、ウルトラレアももっと当てていかないなといけないなっていう状況ですね。とりあえずなんかもうレベル上げとかないとやっていけないと思うので、さあ僕がカード足りない事件ですね。では戻ります。さあ来ました。これで一気にね、ユニレベ最強になります。最強になれるとスラスラトロ上げられるんじゃないでしょうか。さあ巨大スケルトンレベル11、バルーン11、ランバーレベル10、さあスケルトンもレベル9と、まあ、いうわけで、ウルトラのこの、まあ、対空から空の枠がちょっとレベル低いままなんですけど、他の対空の替えもハンターかマスケぐらいしかないんですよ。で、マスケも別に格上ファイブで細工しないし、ハンターもまあ同じような感じかなというところで、ちょっと対空が雑魚いんですけども、これで頑張っていけたらいいかなと思います。まあ、そんなわけで、久々のね、負け作やっていきたいと思います。さあ、タワーレベル10ですね。僕、タワーレベルもちょっと上げたいっちゃ上げたいっすよね。まあ、10ぐらいなら余裕か。11来ると、若干ね、ヒヤッとするんですけど、まあ、僕、ユニレベルも高いんでね。うわぁ、ナイト11、高っ。てか、アイスイズレベル10だと、格上のコウモリとかがね、全然きついらしいっすね。格上の。コウモリとかスケとかが。そう、って聞きましたね。さあ、これは、ちょっとね、後ろからゆっくり行って貯めますよ。インフェ嫌ですけど、まあ、言うてインフェだけみたいな感じかな。なんならこのスケルトンとかでちょっとおしゃれに竹取っちゃいたいけど。さあ、まあまあまあ、いいんじゃないでしょうか。キョスケが？キョスケがいいね。で、キョスケの爆破に、さあ、一発。え？一発入ってねえんだ。うわ、待って、やば。余裕で今勝ったと思ってたな。ちょっと待って、やばい。笑えねえ。負け作終わりたくねえんだよな。終わりたくねえから動画撮りたくねえんすよ。ほんとに。マジやばい。相手高回転インフェディガポイス。とかだと思ったら、高回転ホグか。インフェってやだな。なんでインフェなんや、相手。めっちゃいい採用っすね、インフェって。僕、インフェこれ鬼刺さるんすよね。まあ、インフェ使ってくれたらランバルさせるっていうところでは、一旦これステイしてもいいですね。よしよしよし。いや、なんなら溶かしきれる。キョスケ？いや、いい。しかもアイビズが、オッケーオッケー。アイスイズって一個格上の相手にも多分戦えるんですよね。そういえば。覚えてねえけど。一個格上のコウモリとかも処理できた気がするけど、どうでしたっけ？はてなはてなはてな。コメントお願いします。いやー、オッケーオッケー。視聴者にも僕は助けてもらうしかないんでね。アイビズってレベル10だったらレベル11のコウモリ倒せないっけ？いや、格上無理だったっけな、覚えてねえな。今相手のスケは同レベルだったのか。いや、格上無理だった気がするな。
さあ、で、ホグに対して、まあ、トルネはさせりますね。やっぱ、キョスケトルネがないと、やっぱ、格上にはね、なかなか勝ちにくいよねっていうところっすよね、本当に。よし。で、まあ、チンパンやっちゃおう。トルネあればホグでなんか余裕で守れるし。これするだけで相手の方がきついでしょっていう。よしよし。で、一旦、別にもう僕はあの、イモれば勝ちなんで、無理に攻めないっすね。さあ、ならホグ美味しくいただいて、さあ、グッドゲーム！よしよしよし、でけー。でかいですね。これ、そういえば前までね、このランバーの枠多分プリンスでやってたんですけど、前回プリンスですごいね、あの、突破できなかった。防衛硬い相手に突破できなくて、ちょっとね、守りすぎるデッキになってたので、ランバーにすることによって、攻めがちょっと強くなりましたね。キョスケプラスのランバーバルーン。まあ、逆サイドに振ったりもできるので、ちょっとね、ランバーを入れて、しっかりね、削り切れるようにしました。で、スペルがね、ザップか雪か、ウッドか、ヤナアメかっていうところで、結構悩んでるんですけど、4300いけば、銀か。修羅の道。セカンド。上がる。4300いけばワンチャンセールっすね。え、待って、やばい。え、キングレベル7。これ絶対やばい。これやばい、マジで、マジでやばいやつっすよ、これ。これやばいっすよ。マジでやばいっすよ、これ。人間じゃないっすよ。普通の人間じゃねえよ、これ。僕でもこんなにユニレベル高えのに。普通の人間にはできねえことしてるやついる。さあ、何の話してたかも忘れたな。プリンスだとあれか、攻めきれなかったので変えたって話っすね。やば。これ普通じゃないっすよね。あれ？でもなんか、そんなだな。あれ？いや、タワーレベ7とかってもうバカうまいじゃんとか思ってたんですけど、なんかあれ？なんかそんな刺さんねえな。そんな刺さんねえっていうか、なんか余裕で勝てそうな気がしてきた。あー、なるほどね。ちょっと厄介ですね。これさ、ファルチ当たってくんねえかな？当たってくんねえのか。で、ゴブリンバレルか。まあ、ゴブリンバレルとスケアミで打っとくかつ。いや、ガゴムレとかいんのかな？あー。こっちで一発受けちゃうかも。え、受けんのかい。あれ？余裕だな。びっくり。あれ？なんだこれ？どういうこと？ただじゃあ頑張ってる人か。ただ頑張ってる人だ。申し訳ねえな。いやなんか、ね、もう、タワーレベル7とかここで見るとびっくりしちゃって、ね、逆に恐怖を感じたんですけど。ただただ僕のなんかサービス、ボーナスステージでしたね。イニレベ仕上がったんで。でけ、でも当分もうね、ユニレベ、まあ、11にはできると思うんですよ。そのインドラとかアイスイート11には、多分まあ、2枚3枚とかなので、あと、それぞれがね、できると思うんですけども、その、なんて言うんですか、12に行くまでがめっちゃ遠いっすよね。多分13は無理なんですけど、もう最終的に本当に無理なんですけど、12、いけるかな ?12 いけたら結構熱いけど、まあ、トークンとかかな、セールで、トークン手に入れて、まあ、トレードしまくる。そしたらワンチャンありそうですな。I'm so smart! Good game. いや、ボーナスだ。でいけ。ありがてえよ。さあ、43いって、セール欲しいな。宝箱引きてんだ。ユニレベ上げて。いや、これ、大事。うん。まあ、そりゃそうだ。僕はね、キョスケとバルーンですね。まあ、なんか普通ですね。なんか9とかだとなんか余裕ですね。多分10でもまあギリ。やっぱ11来たら終わるかもしれない。11が怖いっすよね。僕やば。うわー、反応してよかった。さあ、ミニペとバルーンコウモリか。相手攻めっ気がすごいっすね。ちょっと今怖かったら、ミニペにトルネ使ってたら終わってましたよね。トルネやっぱり大事なんですよね。さあ、ハンター、コウモリ、サイター。いや、これ普通だったらランバルしたら刺さるんで。さあ、ガゴムレ。ドバ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 。うい、普通ですね。相手も。普通だったら刺さるんですよね。言って刺さったな、本当に。オッケーオッケーオッケー。しかも、あの、格上。相手からしたら俺が格上っていう。いや、でけえなー。バルーン11に上げたの、いいっすね。なんか。バルーンが一気にこう頼もしく見えてきたな。今までこう一発入るかどうかとかだったのに。二発余裕で落としたりするんでね。いや、でけえ！マジで気持ち的に楽すぎる。
さ、アイウィズインド。これなんならもうトルネとかもう使わないみたいな。調子乗ってんな、さすがに。インドラが、インドラ、いやでもこれで一発しか入らないですからね。さあ、ランバルグッドゲーム、オッケー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 。さあ、たわれば11位。じゃあ前回11位出たの結構やばいんですね。そう出るもんじゃないんですね。スケルトンブテが、パー、そんなコストが間に合わねえか。さあ、グッドゲーム。今回だってまだ10とかっすもんね。11位最初だけか。最初出たぐらいですね。よし、宝箱も大事になってくる。そろそろスーパー魔法の宝箱的なね、最強の宝箱出てくれてもいいんやねっていう。来い。来た。ちょっとだけ。いや、10でもちょっと怖いっすよね。10以上はね、舐めてかかると終わっちゃうんですよね、本当に。ふうし。さあ、どう来る ?3 が5。ラバルとか今までまだ一回も当たったことないんですよね。なんかやっぱ空系怖いイメージがある。あ、でもガゴレベル8か。イージーだな。怖くねえっすよね、もう。うわぁ。なんかまあまあいい攻めしてきますね、相手。まあでも僕もこれ完璧なカウンターを決めます。スケルトン部隊。いや、ですよね。もうこの今の攻めでスケルトン部隊来るのまで分かっちゃうっていう。天才かもしれないですね、僕今。これね、コウモリが。コウモリは来ない。これインドラでタワー落ちますね。いや、できれー。しかもラム使ったから単体バルーンワンチャンあり。いや、ワンチャンありだけど、丁寧に行きましょうか。さあ、ゴースト、これキング起動したいですね。さあ、ここでしっかりノーダメ。ノーダメ美味しくいただいて、さあ、守っていきます。よしよしよし。いや、勝ちましたね。ふうし。いや、一戦勝てるだけででかいですね。なんか一戦の重みが。今までなんか作業かのように、はい、サンクラ、はい、サンクラ、はい、みたいな感じだったんですけど、一戦一戦がちょっとね、重くなってきましたね。よし。相手も諦めたっぽいですね。で、これでね、4300で、キヨキヨさんかなのベストが4600なんぼなんですよ。いや、具体的なの全然覚えてないんですけど、4600いくらだったので、4700いけば負け作で最強。一番、ナンバーワンになれる気がする。高チャンネルの負け作の記録とか、覚えてる人とかいたら、もしく、コメントとかね、してくれると、ちょっと嬉しいっていうか、助かりますね。あ、セール。え?え?なんも来ないの?ちょっと4300来たよ、俺。4300来たのに、誰も祝ってくれない。いや、なんならこのトリトン買っといてもいいか。トレード用。トレード用トリトンを買っとく説がワンチャンあるな。4万か。ちょっと高いけどゴールであるし、買っときます。これで、なんならね、インドラとか1枚トレードできるってなると、まあ、でかいですね。よし。さあ、相手、ビースト。タワーレベル10。まあ、10は今んとこ、まあ、言うて、みたいな。で、これ、多分、こう、思ってる人いるかもしれないんですけど、バルーンなら雪玉とか柳雨とかでいいんじゃないっていうね。話なんですけど、ウッドの枠は、ゴブリンバレル用ですね。ゴブリンバレルに対して、イニレベないと、マジで、きつい。なので、まあ、雪玉はワンチャン迷ったっすね。雪玉はワンチャン迷って、まあ、だけど、別に、なんだろうな、ウッドでいいかなっていう。なんでだろうな。なんか、ウッドでいいかなと思いましたね。いや、髪取るね、してゆく。よし、こっち来て。いや、キングギド。いや、アイズ残った、残ったで許す。ふぅ、いや、怖っ。メガナイトインドラ言うのか。いや、ちょっと攻め取るねして、急いだかなって、勝ち急いだかなとも思ったんですけど、結果的にはいいトルネードですね。あ、そう、だからスペル雪とかの方がいいかなと思ったんですけど、まあ、ウッドでゴブリンバレルと、そう、キョスケの爆破に結局さっきみたいに、トルネでやるから別になくてもよくねって思ったんですよね。そうっていう理由でウッドです。で、まあ一つ悩んでるのはウッドだと、てかこのデッキ多分見た目がやっぱ空に弱いので、スケの枠を LSP でもいいかなっていう感じですね。やっぱスケで回転速くしつつ陸受け、陸受けもまあそんなないので、このデッキ陸受けカバーっていうのでスケにしてるんですけども、まあ、ウッドなら、スケが LSP でもいいのかなっていう思いは、ちょっとだけありますね。うん。よいしょ。
さあこれフルカウンターですね。いや強すぎ。ナイス来たな。まあやっぱウルトラレアみんな使っちゃいますもんね、強いから。そんな感じかな。エレスピかスケですごい悩んでるぐらい。エレスピせっかくトレードでもらったからね。わざ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 もらったからエレスピにしてもいい気もしないこともないぐらい、そこまでこだわってはないけど。よーし、あ、エレスピのイレベル上げてないですね。上げちゃってワンチャンこの後エレスピで試して裸どっちがいいかって感じですかね。まあなんか、まだなんかね、普通にこう、ゴレとかラバとかと、なんて言うんだろうな。テンプレっぽいというか、ラバルデッキとかゴレダクネデッキと当たってはないんですよ、まだ一度も。なので、まあその辺が当たり出すと、若干怖いのかなっていう、部分はありますが、よし。ふぅ、いや、緊張するな、緊張するな。だって感想とかも全然いるみたいなんでね、この辺。本当に、感想化け。カンストお化けだけ気をつけて、ちょっと LSP さっきともめっちゃもらったんで、これあげて、いやー、てかタワーレベル10まで遠いな。全部ユニレベル上げたら、ギリ届くか届かないかとかなのかな。え、待って、LSP めっちゃ上がる。LSP レベル10なら、これ11コウモリとかも処理できるから、ちょっと LSP 良さそう。そしたらインドラとかのリセットにも学んだんで LSP にしました。最低はレベル9。いや、スケってレスピ悩むなぁ。なんかね、陸行きが少ないんですよ、このデッキ。だからスケでもいいし、でも対空も少ないんですよ。だからエレスピでもいいし、みたいな。なんか、インドラ、キョスケ、ランバー、アイウィズあたりはもう外せないと思ってるんですよね。やっぱトルネも。やっぱバルーンホグ、格上に対してのキョスケ、トルネが最強だと思ってるんで。まあ、そう考えると、エレスピかスケかで勝敗決まるってむずいな。いやー、これ、アイウィズサックか。相手なんか寝てんな。寝てるの一番怖い。これ、ただ寝てるだけなのかな。俺が勝手に、なんかめんどくさいの来たな。あ、めんどくさいの来たな。まあでもあれ、キョスケの爆破で最悪、全部溶かしちゃいますか。いい、おいしいおいしいおいしい。キョスケのね、爆破が生きてくるよ。なんなら、なんならこれ、延命しちゃってもいいのかな。よし。延命しちゃって、いいカウンターに。いいカウンターになりそうだ。いやーでも、やられちまうな。さあ、ランバリ来てな。さあ、ランバ送り込ませてからのバルーン。オッケー。さあ、これは止まんないでしょ。ガゴムリぐらいかな。いや、エレスピか、スケか、マジで迷うな。いや、インドラそれ勝つんだ。今の勝つのエグいっすよ。HP 半分もなかったのに。さあ悩むな。スケとエレスピ、いやー悩むな。エレスピのレベルが高いなら別にエレスピでもいいのかなっていう。陸行きはもう気合で、アイウィズランバー、キョスケ、トルネ、意外とあんのかな。俺が勝手にないと思い込んでるだけかな。さては大丈夫。エレスピでも一応こうプリンスとか受けれるじゃないですか。まあ、そうなったらエレスピの方が最強まではある。オッケー、これもう全無視して、ああ、一応あれか、ウッドぐらい転がしとくか。ウッドぐらい転がして、サンクラだけちょっといただきましょう。よしよし。いやー、ユニエベ上げたからかな、一気にこうなんか気楽になりましたね。そう、11がいるとね。ユニエベで勝てちゃう。またチンパンタイム来ちゃったのかな。ちょっと前まであったんですけど。ふぅーし。いやー、余裕ですね。次勝てば44届くか届かないかぐらいですが、いっちゃいましょう。うわ、集中します。相手12っす。今日のボスです。こいつを倒せば俺はさらなる高みへ行けます。ですがボコされれば終わりです。本日ラスト試合、勝てるか。俺、頑張れ。うわ、マジアチャ12やべ。ふぅ、マジアチャ12やべ。ちょっと待って。相手はランバー、じゃ、バルキリーマジアチャベビタテさん、今4枚。目がないと。
相手の対空は今マジュアチャだけとベビーで4枚で一周回った。でマジュアチャが来る。キョスケ間に合わねえかな。ザップがある。いやいい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 これマジアチャ来た瞬間来るぞ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 来る。いやめっちゃ低め。さてうまい。いやでも立っての選手。いや分かってる分かってる。突破しろキョスケ、お前が突破してくれ。あーあー待って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 。変なあれだな。普段だったらユニットが残るように、なんかユニットが残る攻めをするんですよ。ああやってキョスケとかインドラを残して、プレッシャーを与えるんですけど、相手のタワーとか僕のユニレベで普段だったらユニットでご利用せるところが今ご利用せなかったので、しっかりあのバルーン通します。ふぅやべ、楽しいクラロワで、これキョスケバルーン通すだけ。今んとこ相手がベビーとマジアチャしか出てないから、うわ端前止め、たまたま。これでタワーがバルーン攻撃してる。さすがにたまたまっぽい。まだ前での対空少ねえ。待って、ラッキー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 。あ、ザップ、え、そんな止まっちゃう。でまあマジアチャ来るか、縦線か、一旦縦の戦士。いやこれ、いやいいねいいねいいね。でもう一回後ろからっすね。うん、インドラ、いやランバーインドが強いですね。ランバーにインドラ乗せて、これ端前マジアチャワンチャン警戒してね、この辺に出しちゃおう。いやこれはちょっと巨大スケルトン残したいので、キョスケの前にユニット行ってもいいから、レッツゴーグッドゲーム。来たっしょ、これはこれは絶対無理。いやこれはさすがに無理でしょ。ユニレベル13でも無理。オッケー、いやーでけー。よし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 。キング12は怖すぎじゃないですか。キング12はヤンキーだな。まあでも結構いいデッキ完成しましたね。エレスピカスケ問題はまああるんですけど、一旦今ユニレベ的にエレスピでいいかなというわけですね。よし、まあ、ゴールドもらって今日はねこんなところで終われたらいいかなと思います。まあ相手マジアチャーが高かったんだな、あとザップ。まあまあまあそんな感じか。すごいですねこの格差が。あの相手のユニレベ差が下だって7とかなのに上13っていうね、まあ、差がすごいんですけども、ちょっとねこのデッキ僕真摯やっていこうかなと思います。皆さんなんかね、まあこう軽いなんかアドバイスとか、まあなんかこうねあればぜひよろしくお願いします。チャンネル登録と、コメントや、高評価の方もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。